皆さんこんにちは、ともやです。今日はですね、最近ね失恋したんですけど、どれぐらいショックを受けてるかと言いますと、次の日ね朝コーヒーを飲んでたら全部こぼしてパンツびしゃびしゃになって、コンビニ行ってパンツ買ってから朝から出勤するぐらいショックを受けてたんですけど、半年前ぐらいにこう一目惚れした女性に、まあ、告白ねしたんですけど、まあ、振られてしまって、まあ自分もね魅力不足やったなっていうのと、まあ、本当にね素敵な人やったので、まあ自分にはもったいないかなと思ってたんで、まあ告白できてよかったのかなっていうのと、あとはねちょうどね25歳なんで結婚を考える年頃かなと思ってて、まあ、僕はね YouTube とかやってるので30ぐらいに結婚したいなっていうのがあるんですけど、25歳 vs 30歳で結婚、これどちらがいいのかなみたいなのも皆さんの意見を聞かせてほしいなと思うんですけど、そんな感じでねやっていきますか。半年前にもう気になってたんでね、その子自体は。でもう高嶺の花すぎて諦めてたんですけどね、最近ね、こう喋るようになって、もともとその家庭環境とかこう頑張ってることを聞いてたので、こういう人がね幸せになってほしいなっていうのと、大切にされてほしいなっていうのと、自分もね頑張りたいなと思ったんで、その告白したんですけどね、告白言うてもちょっとね自分がシャイすぎてね、手紙でしか伝えれなかったんで、ちょっとね情けないなと思ってね、自分に対してちょっと、落ち込んではいるんですけど、本当に大切にされるべき人やなっていうのは思いますね。で結構ね付き合う人の条件が僕めんどくさくて、自分でも思うんですけど、母親がね5歳ぐらいの時に離婚して、で、ね、6歳ぐらいに再婚してね、苦労してる部分を見てるんで、たくさんね。だからそういうなんて言うのかな、付き合うとか結婚する人は本当に責任取れる人しか付き合わへんっていうか、大切にしたいなと思う人しかせんとこうと思ってたら、もうね年齢も25歳ですね。それでねちょっと、まあ自分はめんどくさいなと思いながらね、性格がかっこつけた信念貫いてたらね、25歳でそろそろやっぱり、ね、相手にされなくなる年頃になってくると思うんで、ちやほやは周りに比べてされてるのかな、どうなのかな、周りのがねよく知らないんですけど、社会人なんて何人ぐらいの人と遊んだのかな、普通にね遊びに行ったのは20人から30人ぐらいですね、2、30人ぐらいの人と遊んできて、付き合ったのが1人なんで、あんまりねそなんていうのな、恋愛に発展しにくい性格ではあるんですよね僕。でちょこちょこねスポーツジムやったり居酒屋やったりねバーやったりとか、まあいろんなところでね LINE 教えてほしいとか、飲みに行きたいとかね、そういうのも言われてて、めちゃくちゃ嬉しいんですけどね。まあモテるかモテないかって言ったら、長く愛されるタイプではないんでモテないとは思うんですけど、入りの部分に関しては多分ね他の人よりも多い方ではあるので、まあ2、30人ねご飯行って1人しか付き合ってない自分にもね性格に問題があると思うんで、付き合うからにはもう絶対に大切にしたいし、その人を喜ばしたいなっていうのがあるんで、本当に母親がね頑張ってる姿を見てたので、自分はね本当にめちゃくちゃ尊敬してて母親のことを。6人兄弟でお金もなくてね、家がなんですけど、 T シャツとかも500円ぐらいの T シャツ3枚とかで5、6年ぐらい着てて、もうボロボロで、もうなんていうのかな、服がねもう薄っぺらい状態、もうなんていうんやろ、服がねこうはげてる状態でも気にせずね、僕らに裕福なやつはできないけど与えてくれてたぐらいなので、焼きやらしてもらったりとかね、本当にね母親はめちゃくちゃ尊敬しちゃって、本当にね母親は強すぎるなと思うぐらい尊敬してるんで、どれぐらいかっていうと、自分のお父さんが誕生日プレゼントに8000円のジャンバーをプレゼントしただけで、母親がうちそんなに金ないみたいな、
その8000円の屋根だったらもう別のことに使ってみたいなで返品させられるぐらい母親はね本当にこう家族思いで子供思いな人なんで、ここまでの人はねなかなか社会人になっても見たことがなくて、うん、社会人になればなるほどねいろんな人見て母親の凄さを知るかなぐらいで、うん、まあ、本当にね尊敬しますよ。普段は言わんけどすごい人ですよ本当に。子供に対してこんなに愛情を注げる人はほんまにおらへんなって、むちゃくちゃねすごいなっていうのは、まあ今ね一人暮らしをしてて余計な思うんですけどね、社会人になってもそうですし、社会人になったら自分優先する人が多すぎて、うん、子供に愛情を注げる人もねお母さんはすごいなって思ってますね。でそういうお母さんを見てるから付き合うとか結婚をねする人には大切にしたいなと思ってて、でその今回のその告白した人とかもそういう家庭環境あってもこうめちゃくちゃ努力家なんですよね、うん、本当に努力家で、なんてやろう、こんな素敵な人はおらんかなぐらい、うん、魅力的やったんで、まあ、告白してね振られたっていう話です。まだまだですよもう自分は、うん、まあもう思いは伝えたんでね自分から会うことはないんであれなんですけど、まあどうなのかな、社会人になってね本当に 2,30 人ぐらいの人と遊んでるんで、でもなかなかねやっぱ自分の思う人と出会わへんなとか選びすぎてたっすね。でちょっとこう鼻がね天狗になってた部分があって、だからモテると勘違いしちゃってた自分がねちょっと情けないんですけど、うん、どちらかというとね最近は本当に長くね付き合える人とこう一緒にいたいなっていう考えに変わってきてね、ちゃんとね長く付き合える人をね探そうと思ったんですけど、自分はダメダメやなと思ってやってます。僕二十歳に初めて付き合ったんですけど、それこそやっぱ好きな人にはシャイでチヤホヤはされてると思うんですよ、周りの話を聞いてる分には。まだこういうことがあったよ言ってたら嘘つくなよみたいな、お前なんかがされるわけないやみたいな結構言われるんですけど、実際あったことを喋ってその反応されるんですけどね、勘違いしようとか結婚詐欺やっとんちゃうとか、まあ、めちゃくちゃ言われるんですけどね、実際やっぱね、うん、興味を持ってくれる人がおってね自分に対して嬉しいことであるんですけど、やっぱね好きな人と、うん、恵まれるっていうのがやっぱ一番難しいことやなっていうのがね最近思いますね、うん、ちょっとね入りの部分では人よりもたくさん人ったとしてもね、うん、長くこう付き合えてねいい人は結構難しいなって思うんですけど、別にその結婚に対しても別にせんくてもええかなと思うぐらい結婚願望に関してはないんですけど、もうそういう本当に好きな人がおったら好きな人のためにね結婚したいなぐらいですね、好きな人が喜んでくれるんやったらそれぐらいですよね、うん、まあ自分の好きな人だけはね本当に大切にしたいなとは思ってますけど、ちょっと重すぎる部分があるんでしょうね多分、難しいんで。まあでもその二十歳の時に結婚したいってその女の人に言われた時に別れた時はなんて言うのな、まあ、自分じゃ答えれへんから、まあ、早い方がいいかなと思って、もうその人は26歳なんですけど、やっぱり女性はやっぱ25歳超えてあたりから結婚に対して考えることがあるんで、その人が遊びやったら全然遊びでいいんですけど、まあ他その結婚を本気で考えてる人に関してはもうね本気で考えていかないといけないなっていうのはありますよね、うん、なんていうの、今でもね記憶に残ってるんですけど、私もう26歳で女の人は年齢も限られてるし子供も作らなあかんから、もう付き合うんやったらもう早めに結婚してほしいみたいな、それぐらい本気で来てほしいみたいな言われた時に、うん、まあ自分じゃちょっと答えれないかなと思って別れたんですけど、スポーツジムでこう働いてて、スポーツジムのねウェブサイトがなんかでこう看板娘ではないですけど言ってるぐらいの、本当に多分モテるやろうなっていう人だったんで、うん、そういう人にねご飯行きたいとか本当に言ってもらえたのがもう嬉しかったですけどね。まあでもね実際はもうね恋愛は
好きな人と結ばれんかったら意味がないと思っててね。ただなんてやろ、めちゃくちゃめんどくさいですけどね、僕の考え方自体が。最近はもうそろそろね、チヤホヤもやっぱさらにくなってくるしね、年齢とともに。自分についてきてくれる人を大切にする時になってきたのかなっていうので、まあ、ちょっとね、自分軸なりすぎとったなっていうのはありますけどね。どうなのかな、社会人になって2、30人ぐらいやったら多いのかな。看護師の人とご飯行ったことがあって、看護師ね、100人ぐらい行ったのかな、看護師の人とご飯に。で聞いとったら、国立病院で働いてる看護師の人とその時はねご飯行ったんですけど、なんかね、3交代制でやっぱ恋愛とか難しそうでしたけどね。なんかもう話聞いとって、そのデート行ったんですけど、なんかね、10時ぐらいに待ち合わせして、でなんかご飯食べて、で多分5時6時ぐらいまでが一番盛り上がるポイントなんですけど、なんかね、2時ぐらいにもう仕事入っちゃうから、ちょ行かなあかんみたいな感じで、シフト制なんでね、場所によっては看護師は。だからまあ看護師は本当にお金は持てるけど、若いうちに恋愛に発展しにくい難しい職業やなっていうのは思いますね。うん。で僕もね、社会人になってから出会いがなかったんで、まあ、自分からねそういう行動を起こさないと、まあ会えないんで、自分からアプローチしていかないといけないので、どうしてもこう学生時代の時と違うんでね、学生の時とかってやっぱ来てくれるし、そういう恋愛発展にはなりやすいんですけど、社会人はね、自分からいかんと恋愛にならないですよね。誰かその女の人がね好きで来てくれるかっていうあれなんですけど、で25歳で結婚か、まあ、ちょっとタイトル戻るんですけど、25歳で結婚 vs 30歳か、なんだろうな、どっちがいいんやろ。25歳、俺は今25歳なんで、母親がね結婚したのが早かったので、20歳には30で結婚でもいいと思うんですけどね。25かな、うん、まあ、お金もやっぱ苦労しますしね、25とか早かったら。どうですか、皆さんのね意見も買い取ってください。25歳から30歳結婚どれがいいか。20歳で結婚してたらね、結構苦労してる人を見てるので、10代で結婚したら何倍やったかな、パーセンテージみたいなのが7割8割離婚するのかな確か。恋愛はタイミングや言って、もうこの一言でまとまるんですけど、ちょっとね今日はもうちょっと話を広げたいなぐらいで、まあ長々とね喋ってるんですけど、うん、まあ、結論から言ったら、まあ本当にね、チヤホヤはされても長く愛されるのはもうほんまに一握りなんで、まあ、そういう人が羨ましいなっていうのはありますよね。で結婚してもね、すぐやっぱ別れたりもしますしね、だから結婚が全てじゃないっていうのもありますしね。ただ今僕はね、こう夢があるんで、夢に向かって精一杯頑張る、もうそれしかできないしね、うん、まあこういったね底辺 YouTuber の時間が長いとやっぱ周りにもねバカにされるんで、それでもついてきてくれる人がおったらね、もうめちゃくちゃ嬉しいですしね、うん、本当に自分はまだまだ魅力不足やなと思うんですけどね、うん、もっともっと頑張りたいですけどね。女性に関してはね、もう本当に恋愛に発展しにくいんで、僕が難しいですよね、まあ、女性の気持ちをねもっと分かるようにならないと、まあ、いけないかなっていうのはありますよね。やっぱね、気持ちに応えられない部分もあるんで、それがちょっと難しいですよね。やっぱ好きな人にはどうしてもできないですよね。難しいなと思って、恋愛本とか恋愛のテクニックとかああいうのもいっぱいあるんですけど、ああいうのってね全て好きではない人にはできると思うんですよ僕は。で自分の好きな人にはもうね好きとも言えんぐらいなんで、まあ、社会人になってね好きな人と結ばれるっていうのは、まあ、少ないのかなっていうのは思うんですけどね。あんまり知らないしね自分のこと、深くなんでやっぱ勘違いされやすいですしね。でやっぱ YouTube とかしとってもやっぱ偏見とかもすごいしね、周りの関わらん人ってやっぱ偏見とイメージでしか動いてないんで、難
しいポイントですけど、まあ今回の件に関しては、今回告白して振られたことに関しては、まあ、こんな素敵な人と告白できたから自分的には良かったなと思いますね、本当に半年間もね、自分では無理な高嶺の花やなって思ってた人にね告白して振られたんで、まあ、ようやったな自分ぐらいですね、ただね YouTube やってたらそうですけど、噂って怖いんですよね、ただもうね噂で信じる人はもうほっとこって思ってて、ただ仲良くなってからそれをされるとね、ちょっと来るんですけど、本当に5人に噂が回ると別の話になってたりするので、本当になんか噂は怖いなと思いますね。噂だけね信じる人はもうそれっぽっちの関係やったなと思って切るしかないんで、まあ、それは本当に YouTube やってもそうですし、社会人だったらね量が増えすぎて、それがだから本当に難しいしね、会社内で恋愛はもうほんまに発展しにくいなと思うのは、噂がすごすぎて、例えば告白しようと思って、まあ、待ってましたと、女性がその人に興味がなくて怖かった、ストーカーってやったりね、本当に難しいんで、社会人の恋愛って、で僕も不器用なんでね、その辺やっぱ会社の人だけはね恋愛せんとこうっていうのは思ってますね、やっぱ生活するために仕事してるんでね、不器用なんで、器用やったらね多分全然いいと思うんですけど、まあ僕は本当になんてやろうな、まだまだやなって思ったっすね。もうねドライブしながらなんで適当に喋るだけなんですけど、どうなんやろ、本当まあ切り替えれたっすけどね、だいぶここまで引きずったのは久しぶりかなぐらいですね。まさかパンツびしょびしょになると思ってなかったですよ、自分で朝から動揺しすぎて。でね、お兄ちゃんも心配してくれて、居酒屋でねお酒飲みに連れてくれたんで、焼き鳥屋で、素敵なお兄ちゃん持ったなっていうのと、まあ、あとはね本当に人によってはめちゃくちゃ嫌われてるなっていうのも感じてますしね、最近俺こんな嫌われてたみたいなね、やっぱねそんなもあるから難しいんですけどね、ただやっぱね人間関係って結構なんていうの、去るものは去るし来るものは来てくれるし、難しいんですけどね、社会人だったらやっぱ付き合う人が増えすぎるんで、去るもの追わずっていうのでね、まあその女性からはもう自分から会うことはないから、まあ本当にまあちょっとは成長できたのかなって自分が思うんですけど、まだショック受けてますけどね、ちょっとそんな感じです。まあでもほんまに付き合うって決めたら大切にしたいなっていうのは自分の信念なんで、ただねなんせお金がないんでね、今社会人でもそれなりに遊んだりしてるんで、貯金とかがないんでね、まあ、その幸せにするイコールお金の人やったらもう僕には無理なのかなと思うんですけど、ただやっぱ将来はね、社長になりたいっていうのが夢なんで、まあ、今金ないんでね意味ないんですけど、父親も自分のビジネスを持ってて、まあお金はね人よりは持ってると思うんですけど、なんていうやろな、あんまりその親が金持ちとかは気にしてないですね、だって自分に金が入るわけではないから、親が何を持っとっても無駄やと思ってるんで、自分のものではないから考えても無駄やし、羨ましい思っても無駄やと思ってるんで、親自慢をする人かはちょっとねよくわからないんですけど、まあ本当にねその人自体が、まあ、素敵な人やったなって思うんでいいんですけど、まあまたね素敵な人おったらアタックしたいなってことで、告白はね人生で何回やったのな、何回告白したやろ、3人目ですね、20歳の時に1回と、ちゃうか中学校の卒業式で1回かで、高校の卒業式じゃない、成人式前に1回で、同じ人にしてるんで2回か、あ、まあそれは1人か、1人で、で別の21の時に20かな、
付き合った人で1回で、それ2人かで、今回、まあ、告白ですよね。まあ今回3人目か。ちょっとね、手紙でやってしまってるんで、今回あの気持ちが入りすぎて本気すぎてね、手紙でしちゃったんで、あのもう言葉に出せなくて、そうちょっとね自分情けないなと思うんですけど、結構誰でも喋るしね、チャラそうに見られるんですけど、内心はねそんなにチャラくはないと思うんですけどね。その好きになったらもうほんまに大切にしたいなと思いますね。好きになってなくても大切にしないといけないんですけど、難しいですよね。皆さんの恋愛の話とかも聞かせてほしいですね。僕はなんかね、その僕は普通に高校卒業してから YouTube やってサラリーマンとして 7,8 年ね工場で働いてるだけなんで、工場と現場監督と働いただけなんで、僕の人生の世界観しかわからないんで、たまたまそういう出会いとかもスポーツジムであったり居酒屋であったりバーであったりとか、まあ、バイト先であったりとか、本当にそういう出会いとかしか経験してないんですけど、まあ皆さんのね慣れ初めとかも聞かせてほしいですけどね。これ見てくれてる人はいろんな人の、まあ、人生があると思うんで、まあ、いろんな話を聞きたいなと思って、ほんまに社会人だって思うのが、浮気する人が多すぎて、浮気する人が意外と多くて、だから若いうちに遊んどけよって最近でよく言われるんですけど、ようやくね25になってね、社会人になっていろんな大人を見て、あそういうことかって分かりましたね、うん、若いうちに真面目で遊んでなかったから30、40歳になってお金持ってでチヤホヤされるからみたいな、そういうのも好きやし見え張りたいしみたいな感じで、結構ね浮気する人がちょいちょい見るんで、まあそれだけではないんですけど、ね、いろんなパターンあると思うんですけど、やっぱりね、まあ、男はねどんだけ経ってもアホなんで、女性にチヤホヤされたら嬉しいし天狗になっちゃうしね。僕もねやっぱ多少やっぱチヤホヤされて天狗になってた部分があるんで、 YouTube やってたからね。本当に地方で3000人やったらやっぱね周りにいないんで多少チヤホヤされるんですよね。姫路市っていう狭い町に住んでるので、まあ本当に素敵な町なんで姫路市は。で有名人とかもねいっぱいいますし、僕の先輩の方もねプロ行って活躍してるぐらい本当にすごい人がいっぱいいて、自分ではかなわないような本当に尊敬できる人もいっぱいいてね、まあ見習う人もたくさんいる中で、やっぱりねその東京とかそれ全国クラスにしたらね3000人とかでやっぱ少ないので、姫路市で言うと姫路市の人気上昇中 YouTuber 5000に選ばれてるみたいな感じなんですけどね。普段はまあだからその多少やっぱそれ YouTube やってるって話になったら、初めて見たみたいな YouTube やってる人すごいみたいな感じでね言ってもらえるんで、チヤホヤされるけど、やっぱ恋愛にはやっぱ発展しにくいですよねそういうのは。また別っすわ、表面上のチヤホヤと恋愛にねこううまいこと言ってモテるっていうのは別なんで。まあ、こういうね動画を出したらやっぱ勘違いしてるっていう人もいるんですけど、会ったことを話してるだけやから、まあ、勘違いやったら、まあ、そうなのかなと思うんですけどね。まあ捉え方は人それぞれなんでって思うんですけど、全員に全員こう優しくしようとか大切にしようっていうことはできないので、好きな人がいたら本当に好きな人に、ね、大切にしたいなっていうのはありますよね。やっぱね表面上でカッコつけれても続かないしね。もうね、例えばキャバクラとか行ってもやっぱキャバクラとかやったらその一瞬にね見栄を張るために行くと思うんですけど、やっぱその関係ってやっぱ続かないですしね。こんな感じで皆さんの恋愛事情はどんな感じですか。難しいですよね。だからもうなんてやろう、好きな人と本当にまあ結ばれたことがないんで、こういうシャイすぎて、だからねちょっと自分が情けないなと思いますね。
どっかに泊まってから動画を切るんですけど、締めを撮ろうかなと思うんですけど、こういう動画を出しちゃうとね、勘違いしようとか言って、ね、ほんまにね、身近な人にちょっと批判を食らってするんで、モテる自慢しようとか、別にそのモテるとも思ってないですしね、好きな人と本当に結ばれたいな思う、もうただそれだけなんですけど、まあそのやっぱ結ばれへんなぐらいで、きっかけはやっぱいくら多くてもね意味がないんで、一人の人にモテ続けるのが本当に難しいので、そこがねやっぱ難しいですけどね、一瞬モテるぐらいだったら多分何人かもいると思うんですけど、それがね人生で少ないんで、僕はまあでもこういうのあるとね本当にあれなんですけど、あんまそのそういうのも YouTube でね話いいかもわからないしね、その人の気持ちをね踏みにじったとかなるかもしれないし、まあ僕は全然本気やったから喋れるんですけど、うん、遊びでしたわけではないので、まあ、本気やったから全然 YouTube とかでも喋れるんですけどね、まあ、ほんま小2から小6まで好きやったみたいな感じなんですよ、小2から小6まで好きやった女の人と 2,3 回だけ喋って終わったとか、中学校でもほんまにあんまり喋れんかったとかね、で高校はねあんまりないかな、社内恋愛が怖いなって思うきっかけがあって、なんかねバイトを何個かしとったんですけど、バイトをしてる時に3人ぐらいのね女性にご飯誘われて、でご飯に行ったんですけど、全員先輩の彼氏やって、彼氏じゃないわ、彼女か、彼女やって、後でねなんか先輩から嫌がらせを受けて、もう結構鈍感なんで、うわなんかされてるわみたいな、うわー急にどうしたんかなこの人みたいな、まあまあほっとこうかなぐらいだったんですけど、その時はまあムカついてるなっていうのあったんですけど、まあ、ほっとこうっていうのがあって、後で聞いたらこう付き合っとんのにそうご飯行ったみたいな、でそういう報告を女の人側から受けてたけどみたいな、そういうパターンあるみたいな感じでちょっとびっくりしたんですけど、その女の人も報告してご飯行くぐらいだったら最初から行かんかったらいいのかなと思うんですけど、難しいですよね、うん、だからあんまりね社内恋愛とかはせんとこうって思いました。難しいですね、男からしたら女性の考え方がわからないんですけど、女の人からしても多分男性の考え方ってもうわからないんで、ほんま別物や思ってるんでね、その脳の作りが、まあそこまで科学的なことを言うのもなんですけど、違う生き物だと思うんで、同じ人間でもぐらいねやっぱ考え方が違くて分からないんですけど、まあ恋愛は難しいなの一言に限るっすけどね、まとめるとやっぱねこういうダラダラ語るのも好きなんですけど、まとめたら一瞬で終わっちゃうことばっかなんで、難しいですけどね。看護師の人と保育士の人が3、4人かな、保育士の人とご飯とか遊びに行ったのが、で看護師が5、6人ぐらいかな遊びに行った、なんでねなんていうの、まあ保育士と看護師の人は恋愛を発展しにくいなと思いましたね。保育士の人はねまだやっぱリズムがあるんであれなんですけど、看護師の人ってやっぱ交代制、看護師の人ってやっぱ交代制なんで、聞いてたらでこうご飯とかドライブとかしようときに、海行きたいとか海に行ってたんですけど、そのドライブとかしようときにこれ付き合ったらいつ会うんやろうなっていうのは確かに思いましたね、看護師とかで。夜勤とかあったらねまた恋愛とか難しいと思いますしね、まあ、土日休みやったらいいと思うんですけど、逆にみんながどんな恋愛をしとんかがほんまに知りたくて、僕も聞くもんでしかないから、しかも友達の話とかこうネットの話ぐらいしか聞かないから、まあいろんな話はありますけどね。でも不倫は意外と多いことにもびっくりしたんですけどね、なんでそんな不倫するんやろみたいな、後の方が怖くないって思っちゃうんですけど、まあそういう人がね意外と多いんで、まあ職場によるんですよね、そういうのがもともと多い職場やったら
多分辞めさせられたら困るやろうし、その人が辞めたら困るからクビにならへんとか、そういうのがないとこやったら離婚してクビになるところもあるかもしれないしね。会社によってね、もう本当に変わるんで、結局はね、悪いことしても数が多かったら正義になっちゃうっていうのが本当に難しいので、社会人は全部自己責任ですからね。難しいところではありますけど、こんな動画撮ってて恥ずかしいですけど、まあこの1本で終わるんで、こういう動画は、まあ、今後こういう話はねしていかないんで、まあ、この動画で終わろうと思うんですけど、早くコンビニに着きたいっていう。締めの動画を撮ります。はい、まあ、そんな感じで今回はね、まあ、たまたまその僕がね恋愛をして失敗したんで、まあ普段ね触れへん話をしようかなぐらいなんで、まあ素敵な人に告白して、まあ、振られちゃったっていうだけなんで、まあそれだけなんですけど、まあ、それを含めて、まあ、25歳 vs30歳っていうね、25歳で結婚 vs30歳で結婚か、これはね結構考える年頃がやと思ってて、25歳になったらやっぱ急に増え出すんで結婚が、また30歳になっても急に増えると思うんで、やっぱねこれは結構面白い話題やなと思ったんですけど、本当になんていうのな、俺もいつ結婚するかもわからないし、結婚しないかもしれないしね。で母親とかにはね、もう本当に女っ気なさすぎて心配されてるぐらいなんで、こうマッチングアプリを入れろって言われるぐらいなんで、もう頼むから月額4000円出してもええから、マッチングアプリ噛むな